美ノ坂本駅は岐阜県中津川市仙段林坂本にある東海旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は CF18。運行形態の詳細は中央線を参照。開業した当時の地名が由来。駅が設置された当時、すでに被殺線に坂本駅が存在していたため、旧国名の美ノを頭に関した美ノ坂本となる予定であったが、 ミノの能の字が複雑だったことから、地元住民たちがしばしば略式として、吉野の表記を使っており、開業当時の坂本村でも吉野が定着していたため、当時の村長や住民の生願により、ミノ坂本駅となった。リニア中央新幹線の岐阜県内の中間駅の設置候補地として、当駅付近が提示されている。また、 車両基地も当駅付近に設置される計画である。岐阜県は2014年2月17日、リニアを観光に活用するためあたり駅から江奈駅を経て、明治鉄道明治線明智駅まで観光客用の蒸気機関車を走らせる構想を明らかにした。機関車は C12-244 を使用する予定である。ホームと古典京島式ホーム一面二線を持つ地上駅。 駅舎とホームは、湖泉橋で連絡している。東海交通事業の職員が業務を担当する、業務委託駅で、中津川駅が当駅を管理している。港内南側にある駅舎の内部には、JR 全線切符売り場などが置かれている。なお、早朝、昼、深夜は、駅員が不在となる。自動改札機はないが、簡易遠いか改札機が設置されている。 岐阜県統計所及び中津川市統計所によると、当駅の1日平均乗車人員は以下の通り推移している。駅の南側に小規模ながら市街地が形成されている。リニア中央新幹線の岐阜県での駅、設置予定場所となっており、新たな駅前整備が計画されている。ありがとうございます。